のくさん、体の情報ありがとうございます。確かに1年で9カ所の上場を日本国内で果たした。それまで日本の上場が全く進まなかったことを考えるとものすごい速度ですよね。コインチェックとかビットフライヤーに上場する日もこれは近いでしょうね。でこれほどまでに人気があって信頼されている通貨を扱わないってことになると、今度ね、取引所の信用にも関わるっていうふうな逆転現象が起きると思いますので、ますますADA順調に進むんじゃないですか。そんな中で FX 的に考えていくと400円前後をつけた時期ってのがあったんですね。私300数十円かと思ってたんで、これまた違った見方をしないといけないなと。まあ何にしても400円前後をカルダノがつけたっていう実績がありますので、そこで結局利確して億万長者をたくさん輩出した後に今の価格に追いついてるんだと思うんですよ。まあけどこのチャートを見てれば分かるように、まだまだ上がるポテンシャル、とりあえずの価格400円台にしても多くの方が一目で分かることなんで、それをね100円以下で買えるっていうこの安値感、値頃感っていうのは、まあ、相当これから私たちもね売り込んでいかないといけないのかなと思うんですよ。もちろん投資物なんで絶対はないんですよね。不動産ですら買い手がつかずにリゾートマンションが10万円で売ってる時代ですから、そう考えていくと同じ土地に立ってるものですらマーケットの環境とかね、それから多くの人の心理によって価値をオークションにしたり逆に10万にしたりするということを考えると、まあ、暗号通貨ってもね、これから暗号通貨とかブロックチェーンどのぐらい人が期待するだろうかっていうことにもかかってくるんで、その辺をね丁寧に説明していきたいなというふうな言い方をすれば岸田総理みたいですよね。はい、それでですね、2つぐらいちょっとね見ていこうかなと思います。1つは今私が始めようとしている NFT 事業です。マイケル・ジャクソンの NFT アートを数千円で買えるところから、今新庄の NFT アートが1000万つけたってところをね見ていくと、その可能性の凄まじさに、新規参入、早期参入できてよかったなと思うところではあるんですけども、この NFT アートの裏付けとして使われているのがブロックチェーン技術であり、カルダノを裏付けにした NFT っていうのがね、やっぱこう大々的に喧伝されるとさらに追い風になるんじゃないかなと思うのが一つ。もう一つはですね、例の NHK 党の国会議員ガーシーさんの発信をずっと見ていくと、どうもね、暗号通貨仮想通貨で一発当てて3兆円持ってる日本人に俺は会ったんだよって、話がつながってんだよってことを言われてました。でちょっとしたこぼれ話ですけども、その方のインスタグラムかなんかがガーシーと関わってるってことによって、なぜかね一部制限された瞬間があって、それはすぐに解除されたらしいんですけども、あ、この人かと思ったのが、カルダノの多分アンバサダーで佐々木さんっていう方じゃなかったかなと思うんですよ。で確かにあの人なら3兆円ぐらい持ってるだろうなと思うんですけども、この人とガーシーがつながったってのは面白いですよね。で佐々木さんってのは後ろぐらい人物でもないと思いますし、まあなんせ一般人と言っていいのかな、まあ体で当てれば一般人じゃないかもしれませんけどもまあでもね、そんなにガンガンメディアに取り上げられたりとか表で発信されることではなくて、物静かでね賢い方だなというところですから、好感度があるんじゃないかなと思うんですよ。でさすがにこの人にはね、ダメージを受けるようなネタっていうのはないと思いますし、あったにしてもこの人を攻撃するのはお門違いだと思いますので、なんかねそういったところから体のっていうのがガーシーさんからも広まっていく可能性あるかなと思ってるんですよね。佐々木さんと対談みたいなことがあったらなかなか面白いんじゃないかなと思ったりします。はい、今回はねそんな形で雑談を語ってみました。のくさん、また動画の方よろしくお願いします。